はい、皆さんこんにちは、Aトラベルです。さあ今回もですね、またまた新しく見つけてきました、ニューエストラーダスドブラジルマップバージョン 1.8.1 で遊んでいきます。で、荷物の方はこちらのまた箱車の中にですね、衣類ですね、衣類が15トンほど入っています。こちらをサンタイネスっていうところからガンドゥっていうところまでですね、距離はおおよそ103キロほどになります。こちらのエストラダスドブラジル、直訳するとブラジルの道路っていうことですね。まあどんな道が待ってるんか、早速やっていきましょう。はい、エンジンかけます。あ、これええ音するな。はい、じゃあギア入れて、サイド落として、ハザードないな。はい、じゃあやっていきまーす。しません。まもなくロータリーです。2番目の出口です。2番目。自分がね、エンジンの音を決めといて、こんなにいい音やと思ってなかったですけど、非常にいいですね。最初のうちはですね、こういう舗装の道なんですよね。でもうちょっとしたら、砂利道、まあ、国道チックなところに入ってくんでね、もうしばらくお待ちください。そして今回は室内のイルミネーションはグリーンにしてますね。まあ、グリーンってあんまり好きじゃないんですけどね、なんか昔のトヨタってグリーンやったんですよね。あまり好きじゃないんですけど、まあ、たまにはね、雰囲気変えていこうかなと思うんですね。今回はグリーンにしています。まもなく曲がり角が出てくるかな。タコメーターがガンガン伸びんのか。重量は15トンですからね、そんな大したことないですから、結構なかなかしんどいな。ほら、なかなか厳しい。これぐらいの坂で厳しいもんな。これは辛いことになるかもしれん。10速ですからね。スピ
ード出やんな。ちょっと登ってるんかな。登ってるんか。何これ工事。行きまーす。ブラジルのマップって言ったら大体こんなんですよね。なんかそこまで激しい道じゃないんやけど、ずっと延々と砂利道が続くようなね、そんな感じですよね。まあそれはもちろん中にはねとてつもなく激しいやつもあるけど、今回のこのマップはそういう感じかな。ほほほ、やばいやばい。まあスピード出てますね。100キロ。飛ばせる。これぐらいスピード出てくれたら楽しいんですけどね。あー、怖い怖い怖い。ちょっと坂道出てきた。今回のマップってなんかね、その縮尺がよくわかんないですよね。だからこれもし1対1やったらこれ大変やな。めっちゃ時間かかるな。103キロですからね。まあまた4倍速とか飛ばしたりはしますけどね。運転が大変。でも半分来たな。半分来てるから1対1じゃないな。いけるな。じゃあ頑張れ頑張れ。でも音がすっごくなんかリアルやな。砂利道の音がすごいですよね。リアル、すっごい。変な逆バンクになってるぞ、ここ。例えば対向車も全然来えへんな。なんで？エンジンおかしい。あれ？
が登らんのがきついな。15トンぐらいでこれじゃきついな。頑張れ頑張れ頑張れ。今よかったこけんで急にあんなるか。お、そうか。静かになるなこれ。まあゴールの輪っか見えてきてますね。おお、突っ込まれる、煽られてる。これなんかスピード出へんな。弱い。頑張れ頑張れ。よし、70キロ。さあゴール近いですよ。適切なルートが見つかりませんので元のルートを表示します。よし、はい、ニュートラル、サイドブレーキ、ハザード耐性、エンジンオフ。よし、はい、外行きます。よっしゃ、入ったぜ。綺麗に入ったな。Aトラベル、Aトラベル仕様。Aトラベル、かわいい、かわいい。はい、ということで今回は新しく見つけてきましたニューエストラダスドブラジルマップバージョン 1.8.1 で遊んできましたね。
で、荷物はこちらの箱車の中に衣類ですね。重量は15トンほど入っています。こちらをサンタイネスっていうところからガンドゥっていうところまで、距離はおおよそ103キロほどですね。うん。ええ感じな時間やったと思いますね。これ、あ、ちょっとお見せしますね、マップ。これも、結構ね、これぐらいあるんはあるんですよね、マップね。で、ここら辺のこういう主要道路っぽいところは、舗装されとるとは思うんですけど、結構ね、その他の道、ちょっと細い、横に、脇にそれた道は、舗装がされてないような感じではあるんですけども、まあそこまで国道と呼べるようなね、激しい道は基本ないですね、このマップは。だからまあ、砂利の上でもぶっ飛ばしたい方とかね、まあ壮大な感じなマップなんで、まあ気持ちは爽快ですよね。そういう方におすすめしますね。走る場所もいっぱいあるしね、楽しめると思います。はい、とまあそういうことでですね、今回はこの辺で終わりにしますかね。はい、いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録高評価いただけますと、動画作成とっても励みになりますんでね、よろしくお願いしたいと思います。はい、それでは皆さん、ぜひまた遊びに来てくださいね。どうもありがとうございました。またねー。